はじめの目あ、いけました？う、多分ありがとう、ありがとうあ、どういたしまして。すごい、どういたしまして。あれじゃん、ニキじゃん。あ、こんにちは、ニキタクロです。2AWのニキタクロです。はい、よろしくお願いします。お願いします。久しぶりやん。久しぶりですかね。でもなんか最近ちょくちょく会ってる気がします。本当？前よりは。うちにも上がって、でも試合しましたし。そう、確かあれだけね、はい、あれだけ上がったから俺。あれだけあれだけどうしても2期、はい、2期とや、うちの2期とやってくれみたいな。そうですよ、2期に胸貸してやってくれ、胸貸してやってくれみたいな、うん、まあ、言われてはないけど。言われてないんですか？そう、なんか蓋開ければ、あ、2期となんだって知らなかったんですか？会場来るまで。あ、2期となんだ。バモスターがその、はい、当日発表だから。あ、そうですね。もうカード見ない癖がついちゃって。はい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 、分かんないですよね。そうで、俺あのツイッター見ないから、はい、全然見ないのよ。ツイッター やってないですか？え、一応やってんだけど。 やってんだけど見ないのよ、はい、そのインスタばっかり。インスタも見ない。インスタもやってない。やってるけど見てない。何をやってるんですか普段何をやってるんですか？ SNS はあの裏垢あんのよ俺、はい、裏垢あるんだよって。いいのか。ツイート別にしてないやつ、その好きな趣味のもんとか好きなもんを、はいはいはい、ありますね。そうそう、情報収集、やっぱ X が一番情報が早いじゃん、はい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 、そうですね。 そっちばっか見て、はい、で俺あのツイッターの自分のやつって、はい、あれなのよ、フォロー一応なんか誰かなんかしてる人とか、はい、関係者とかがされたら気づいたら返すけど、はい、即ミュートしてんの。そうなんですか？うん、全ミュートって何ですか？あれやったことないですけど。ミュートは見れなくなるやつ。そう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 、あの前いっぱい流れてきて、いいねとかいっぱい流れてきた時あったじゃん。いや、鬱陶しいなって思って。でも今いいねとかないですよ。いや、でももうミュート解除がめんどくさいのよ。そもそも。そう。何百件やってるやつ。そう。160ぐらいさ、ミュートしちゃってるから、はい、全ミュートしちゃってるから、誰のツイートも入ってこないのよ。だから分かんなかったですね。で、そっちも見ないのよ。はい、で、そう、だから。よく今日来れましたね。そう。それ大久保に。もう、それ、そういうとこういう時は調べて、はい、あの出るあれの調べて、はい、リツイートだけしてするの、はい、ああ自分のそうそうそう調べて調べて、あ、ここ今日ここなんだって今日こ2時開始なんだみたいなそれも引っかからなかったら遅れてますけど。そういや、だからちゃんと出てよかった。本当はタグつけてくれるのが一番ありがたいのよ。そうですね、うん、でもなかなかね、そこまで自分が見てねえのが悪いから、お前から率先してやれよっていう話なんやけど、なかなかね、今日来れてよかった。なかなか SNS って難しいから。難しいですね。そう、本当に全然増えないし、ね、自分も未だに使い方分かってないなと思います。若いのに。それ何歳になったの？20、今年3です。今年 3？ 10月で23になります。高校卒業してきたよね。そうです、18で入ってきたんで、もう5年ですかね、練習生時代含めると今4年目なんで。はいや、だってもうおぼこかったもんね。え、おぼこかったもんね。おぼかったですか？おぼこいおぼこかったですか？おぼこかった。何ですか、おぼこかった？あの時はもうエレンもおぼこいやつが入ってきたなって。おぼこいし、エレンめんこいなって、めんこいやつが入ってきたなってそうそっからもう5年ですよ。5年だよ。ちょうどだって早いこう、ね、いますもんね、ここにね。いや本当 に久しぶりの道場で2期来ましたね。しかも2期、うん、ね本当ですよ。ここ懐かしいよ。もう、ああ、なんていうかな、もうふざけ倒した場所だからねいやいや、それははじめさんとトンショさんともう一人いた。そうだね、はいその時のマスクはですけどね。みんなで、そいつらとかでワンポンして、はいはいはい、あの負けたやつが、はい、あのワンポンってあのボールを1回そうそうそう、サッカーボールで1回だけついてから返すみたいな、はいはい、を負けたやつはなんか全おごりみたいなやつやって、はい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 、たらもう絶対途中でさ、はい、今のはあれだからセーフとかなるのよ。今のはあれだからセーフ、セーフとか、それでもう全然喧嘩みたいになって終わんないっていう毎回喧嘩までしてたんですか？なんか言い合いみたいな。本田さんもいましたね。本田もいて、本田もね、ワンポンでおごらせたり本田さん一番後輩なのにおごらせたんですか？本田になるとやっぱもうみんな
お前だろうみたいな。そうそう、いい本田さんも返せないし。いや、本田は返す、本田返すじゃん。まあ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 。でもそのやり直しでもう完全に今のはもう本田だなみたいなとか、2期とね、あのほらあそこのさ洗濯物干すとことかでようふざけてたやんな。ふざけてましたね。ね、懐かしいですね。懐かしい、なんかね、下の洗濯機のとことか、はい、あとあの鏡の前とかさ、下の、ね、一番下のさ、自分もさっき久しぶりにあのシャワー浴びましたね。汚かったですけど。ああ、汚そうだね。汚かったですね。まあ、自分たちいた時も汚かったですけど。さっきなんか言ってたな、そういえば。汚ねえって言って話してさ。汚ねえって言いましたね。言っててさ、はい、で今俺がね、はい、僕が今誰が掃除してんのかなって。前レスルマンがさ、はい、掃除一応寮生がしてたじゃん。はい、今誰が掃除してんのかなって言ったら、2期、立花さんじゃないですか。立花さんじゃないですか。大いじりしてるやん。いや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 、確かに立花だけど、立花さんは掃除してましたね。あの辺トイレとか、ね、下のトイレとかね、俺とかしないから、おめっちゃ怒ってた。怒られましたよく立花さんには、ね、よくそういう話しますもん、立花さんと。今、あ、本当、はい、お前あれだよな、俺が寮掃除してる時ベッドの中でチラチラ見てたよな。お前と本田はって言われて。いいよね、でもそういうのもね、思い出だよね。思い出ですけど ね、ずっと続いてたらあれだけど、はい、続いてないから笑い話だよね。みたいなこといっぱいない、正直。そうですね、ね、そうですね、うん、もうなんか何でも許しちゃうもんね。寮ここで練習もしましたしね、したね、はい、本当にこう、もう俺あのまだデビュー前にさ、はい、足のトレーニング、ウェイトトレーニングめちゃくちゃやって、もうプルプル、立つだけでプルプルの状態にして合同練習だったの。はじめさん結構足太かったですね。足太、いやめちゃくちゃ体でかかったでしょ。でかかったですね。かっこよかったです。かっこよかったです、ね、うん、今ね、めっちゃ太っちゃった。一回病気してさ、はい、カリッカリになって、はい、62、3キロぐらいになってさ。そんななったの。そうそうそう、カリッカリになって。62、3キロ62、3キロ。そうそうそう、80キロぐらいから62、はい、3キロになって、はい、カリッカリになったの、はい、1ヶ月ぐらいまともに飯食えなかったの、はいはい、1ヶ月、2ヶ月、はい、で、で、1年ぐらいとかはちょっとその食うもん気をつけて、はいはい、ね、気をつけてたけど、もうそのだんだん調子もわかるじゃん、自分で、うん、だから、あ、食えるなとか、一回もうそんなになったら、はい、もう食っちゃうのよ、はいはい、最初はあの食いたくても揚げないコロッケ作ったりとか、はい、そういうのをしてたの、ちょっとヘルシーにコロッケ風に作ったりとか、はい、コロッケ好きだから、はい、でも今もうバンバン肉屋でコロッケ買ったりするし。いや、でも食った方がいいんじゃないですか。いやいや、いや、揚げ物とかお腹良くないのよ。あ、そうなの。そうそう、とかもうジュース飲みまくるし、はいはい、で、夏俺1ヶ月ぐらいトレーニングサボったの、はい、暑いし、で、あの毎日ジュースとお菓子、うん、お菓子食っちゃって、うん、出したコロッケと、もうめちゃくちゃ太った。今まで一番腹出てる。今何キロですか。今多分72、3とかやと思うけど。72、3なんです。でも筋肉とかじゃない、もうやばいよマジで。食いすぎで太ってるっていう。太ってる。で、昔のその筋肉のやつとかあるのか、はい、そのもう乳みたいになってる。本当におっぱいみたいな。垂れてこないですか。いや、なんかおっぱいじゃん。ブラつけ、スポーツブラでもつけようかな。スポーツブラつけて。スポーツブラつけようかな。どうぞ。それは。スポーツブラつけて試合したらいいじゃん。スポーツブラつけて。で、あの、出ちゃうみたいな。ああ。みたいな。あの、でも、ボルテージバーって上がった時に、もう脱いで。脱いで、もう投げ倒していく。投げ倒して。でスポーツブラだったって気づいて、やればいいってこと。てどうですか。いいね。採用された。でも俺そこまでボルテージ上がんないね。上がんないですか。うん、上がんないね。性格的にも。うん、あのどっか第三者目線だが、なんかなんていうんかな、俯瞰で見ちゃうのよ。あ、そうなんだ。俯瞰で見ちゃうっていうか、当事者じゃない気分なの。ファンみたいな。ファンではないけど、なんかずっと何も考えないぐらいの、なんかずっとプロレスやってんじゃん、うん、試合中とか、試合中とかも、はい、もうなんかそこにいない感じ。
へえ、そこにいないどういうこと？何にも頭の中ない。緊張するタイプですか？全くせん。あ、しないんですか？うん、全くせん。へえ、いいですね。でも自分すっごい緊張しちゃうんですよ。いや、緊張した方がいいよ。逆に緊張しないとうまくできないタイプ。あ、いや、だから俺もそうなのよ。緊張をしないから、あの試合前に、ああのおしっこ行きたいとか、はい、あ、うんこ出そうとかなっても、はい、そのもう試合後に行くことにしてんの、はい、試合中のその緊張感、はい、漏らしたらあかんっていうそこで俺緊張感保ってる。どういうこと？緊張感、その緊張感で。そうそう、その緊張感でプロレスやってる。プロレスの緊張じゃないですか？あ、違う、漏らしたらダメっていう緊張感で集中。そこでなんか失敗したらどうしようとかじゃなくて、うんこ漏らしたらどうしようっていう、まあ、そこでもうめっちゃ集中に入れるから。じゃあそういう日が考えながらやってるってこと。そう、でも毎回じゃないからね。毎回おしっこ行きたいわけじゃないしまあまあそうですね。うんこも先に行っちゃう時もあるし自分絶対うんことかそういうのやっとかないと、漏れたらどうしようと思っちゃって。あ、ね、漏れたらバレちゃうんで、ちょっと自分のコスチューム的に。そうね、まあ本当大変だよね。そうですよ、本当に緊張しますよ。この間やった時も緊張した？もちろん。あれ、そうなんだ、うん、なんか表情も結構なんていうかな、軽い感じっていうか。本当ですか？なんかほら久々な顔してたから、はいはい、まあ、楽しさはありましたけど ね、なんか楽しい、楽しそうだな、見ながら緊張は持ちながら。へえ、最近あの緊張しすぎて、うん、試合前おえおえしちゃうんですよ。いますよね、そういうレスラーの方。いる、トンショーとかそうやった。ですよね、うん、もうなんか吐かないんだけど、なんかなんていうんですかね、この感じ、はい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 、いるいるいる、おえおえ言ってるもんね。それが発症しちゃって、何人かね、1年ぐらい前から。へえ、何人かいるよね、おえおえ言ってるの、はい、おえおえ言う人いますよね、機械室で。なんで緊張するんだろうね。なんなんすかねなんでだろう、なんだろう、なんかきっかけがあったのかな、うん、この間の試合見た？試合見ましたよ。俺たちのニコプロで、だって。あ、ニコプロであったんだ。出演してましたから。うーん、はい、どうやった？どうでしたかね。どうでした？面白かったと思います。本当、はい、俺ね、今年自分の試合1個見てないんだよそうなんですか？でもあれは流れるとこが分かんないし。おー、そうそう、でも周りに聞いてもあれ面白かったっていう声は多かったと思います。あの事務所に届くんですよ。何なんだろう、アンケートみたいな。その場で書いてるのか後日送られてくるのか分かんないですけど、その大会の一番面白かったとか、気になった選手とか、逆に悪かったみたいな、全部書いてあるんですよ。そんな数ないんですけど、はいはいはい、2、3、5書いてありました。全然ねえじゃん。いや、でもそんな数ないんで。それでも多い、多い方だと思います。俺たちの試合ってこと、はい、だから10枚ぐらい来て、2、3枚なんで3割ぐらいは。あ、でもめっちゃ嬉しかったですけど。あ、本当あ、よかったよかった3枚は来てました。全然、なんか、でも強くなったなって思ったよ本当ですか嬉しい、ね、なんかスターになったなそんなことはないです。スターにはなってないですけどね。スターになったなーって、まあ、言うてもね、変わったと思います、ね、でも言うてもやっぱ前やってたから、こんなずっとやってなくてもなんとなく手合うっていうかあれだったね。そうですね、やっぱりなんかね、なんかやってても手合う人と合わない人いるじゃないですか、うん、ね、でやっぱりずっとレッスルワンの頃からやってたから、だから、うん、あったのかなと思いますけどね。ね、すごかったもんね。疲れましたね、あの試合。あれ見た人すと、会場綺麗やったね。あ、ホテルの宴会場なんで、ね、うん、綺麗やった。来たことなかったでしょ？初めてでしたっけ？いや、行かんのよ。あのマーベラスさん出た時に。ああ、そう、言ってましたもん。うん、そうだそうだ。そうそうそう、綺麗なんですよ。長山さんに、あのそれいつまでするのみたいな俺誰にでも言われてるわ。で俺も思ってるしいやいや、思ってるならでもタイミング難しいですよね。難しいし、その、うん、なんかそのそこまでどうでも
いいっちゃどうでもいいな。そのさ、俺やっぱ自分のあれじゃないから、うん、でもそうなんですかね。何でも別にさ、はい、そうなん、くすぶってるとかたまに言われるし、うん、本当売れてないんだよ。今のがですか？嘘、売れてないのよ。売れてないんですか？売れてないよ。2ヶ月試合ないことなんかザラだし、全然全然売れてないし。今度バモンスター後楽園やってくれんじゃん。はい、久しぶりですか？俺だってレッスルマン以来だよ。そうなんですか？こんなやついないよ。なるほど。お、まあでもすごくない？河野さんとアンディさんいなければ俺はもういないよ。一生後楽園でやることなんですか？いや本当に大感謝だよ。本当に。いやでもタイミングっていうのありますよね。うん、でも向上心がないから、ね、跳ねるかっていうのも分かんないじゃないですか。まあ跳ねる要素がないよ。いやいやいや、そんなことないと思いますけど。そのあれがないもん。ああ、うん、なんですか、欲というか、うん、そう、その跳ねようっていうさ、こんな髪切っちゃうし。誰か分からんよ。確かに髪切ってる。髪型変えるの好きでさ、はい、髪切ったの、はい、でなんかちょっと長くてパーマも変な感じになってたから、はい、もうそこの部分全部切ろうと思って、はい、切って、はい、切ってで、パーマかけてくださいで短いパーマをかけようと思って、はいはいはい、お願いして行きつけのところのおちゃんが切ってくれて、はい、そのパーマしてくれたんだけど、もう切ってるでパーマかける前の髪が、はい、あもうこれでいいって思ったの正直、はい、言ったらいいじゃないですか。俺ちょっと癖毛だから、はいはい、もうなんていうかな、もうちょうど良かったの、はいはい、もうそこで途中ですね。そうそう、途中で、途中でこれでいいって思って言おうとしたけど、はい、パーマでお願いしてるから用意もしてくれてるわけじゃん。なるほど、そっか、それは言いづらいですね。言えなくてで、パーマかけた案の定ちょっと変な感じになるっていう、はい、これがこれですか。ちょっとそうそうそう、失敗、ちょっと失敗するっていう。今はもうあのなんかセットして、でもそれは言えないですね。頑張ってるけど、はい、最初の切り立てとかすごかった。これは馴染んでないから。伸びた方ですか？これちょっと伸びた、伸びた、もう1週間ぐらい経つから、はい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 、ちょっと馴染んでるけど、はい、最初もうピーマンみたいだった。何しても。ピーマン、そう、ピーマン想像しちゃった。いつもそこあのパーマとか髪切ってくれた後とかに、はいはい、あの写真撮りますかとか、はい、こう結構こう撮りましょうかとか言ってくれるんだけど、はいはい、その人もあ失敗したとか思ったのかすぐ、ま、あのもう早かったよ帰るの。お会計までのスピード早かった。そうそう、もう振りめっちゃ、あもうここいる、あもうお会計してる、ピーマンにしちゃったって。多分早いピーマンしちゃったって。あでもまあ夜遅く開けてくれたから、夜遅くに開けてもらってピーマンに誰もいない状態で、そう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 、もう貸し切り状態ですよね。貸し切り、貸し切り、貸し切り状態で、元々そのせ2人ぐらいしか入る、2、3人しか、はいはい、2人かなぐらいしかあれなんだけど、はじめさんのためにために多分遅い時間っっ俺がその次の日明日行けますかみたいな電話しちゃって、はいはい、もう切りたくて、はいはいはい、で明日の、ね、7時ぐらいならみたいな、はい、あの最初女の2人でやってるところで女の人が出て、そのどうします、明日はですねみたいな、はいはい、で、あのあお名前となんかって言われて、あ野村ですみたいな、はい、言って、ああちょっと待ってくださいね、はい、で明日7時ぐらい6時半か7時の間で大丈夫ですか、で大丈夫ですって言われて、はい、あじゃあ6時半に行きますって、はいはいはい、もうそのわがままその時間は終わってる時間なんですか？いやわかんないけど俺ちゃんと見たことないんだよ。あ時間、その営業時間でも多分終わるあれだったんじゃないかなっていう、その日はもう誰も、まあ、いないですよ、ね、うん、でパーマもかけるって言うから時間かかるじゃん、うん、それでもうそれで気合入れていったら、そうピーマンになっちゃって、ピーマンになっちゃってこれはやばいと思った、ね、やばい、途中がめっちゃ良かった。本当言えないですよね、でもね、言えない、パーマの前が本当ちょうどよかった。いやこれだから俺髪、でもその人も思ったかもしれないです。いや早かった、ここがいい、この状態いいなと思った。そう多分でも早かったもん、でも準備してるからみたいな。そうでもパーマ上手い人なのよ。上手い人で上手い人がそうなっちゃった。そうそう、上手い人なのよ。上手い下手あるみたいで、上手い人でなんかまあまあみたいな、まあ僕なら大丈夫っしょみたいな、僕なら大丈夫でしょう。失敗してん、でも前回もちょっと失敗してんだよ。じゃあもうやめましょう。パーマはパーマじゃなかったんですか前回？いや前回パーマちょっとかけたんだけど、じゃあやめましょう。前回ちょっと失敗してん、じゃあやめましょう。
緩めのかけたらほんと緩い感じの、うん、じゃあ今回きつめっていうのは、いや今回もまあちょっとスパイラルじゃないけど、はい、まあちょっとだけのそのなんていうの自然な感じのやつじゃなかったんだけど、はいはいはい、そんな感じになっちゃった。でも今は普通ですよね。そんないやだあのセットして変じゃないなって、まあセットして頑張ったから。でもこうやっぱ乱れるとめっちゃ変だよ。めっちゃ変っていうか自分の中でね。じゃあ最初は誰でも分かるぐらい変でしょ。いやピーマンだって。ピーマンだって、うん、ピーマンだって。そうそう通りすがる人に、うん、ピーマンだ、ピーマン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 ってあの言われたもん。あお兄ちゃん切りましたみたいな。お兄ちゃん切りました。お兄ちゃんが切りましたプロじゃない。家族で切ってない。プロじゃない。お兄ちゃんに切ってもらってないよ。よく言いますよね昔ね。そうお母さんがバリカンしてくれたり。お兄ちゃんとかそれだと思われたんですよ。そうお兄ちゃん切ったすごい話じゃない。大久保道場で髪型の話。そう髪型なんか色とかなんでずっと赤の。これはもう自分も同じ理由なんですけど、うん、同じ理由っていうかあのどういうことさっきちょっと言ったやめらんないっていう。あ一回しちゃってタイミングが。あのまあ最初は赤がまあイメージつくかなって、うんうんうん、イメージと分からない人にも覚えてくれるかなっていうので赤にして、うんはいはいはい、まあそっからですね、まあ、そっからやったらもうタイミング逃しちゃって。本当はあれなんですよ。金もかかるし。そうな金が一番ですね。いや分かるよ。俺もずっと染めてたじゃん。毎月行ってると金がかかってしゃあないんで。まあ、あれでも美容室やってんだ。そうですそうです。自分で、自分でやるとまあ変になっちゃうかなっていうのもあるんで、まあ、俺あれもうあれでやってたの。マニパニとかなんかここでもやってましたよね。ここでもやってた。やってたやりましたよね。ここでもやってた。あれ手伝った気がする。そうそうそう、はい、みんなに手伝ってもらってね、はい、自分と甲斐さんとそうそういろんな人に手伝って、はい、金髪にねやってましたよ、ね、そうやってた。で整えたい時は美容室行って、うん、入れる時は自分で入れるみたいな、はいはいはい、綺麗な色入れたいときは美容室行くみたいな。そうですやっぱりやっぱ金かかるからさ。やったことないですけど自分でやるとちょっと失敗しちゃうんですよ、うん、俺だって髪そのほらいろんな色だったときある、はいはい、あるときとかもうそのとりあえず何個かマニパニ買って、はい、ドンキとかで、はい、もうあのすくってそうです、ね、塗って違う色すくって塗って。でもそれでできました。俺のいや綺麗じゃないよ。あでもなんていうこの雰囲気で挑発でさ、はいはいそうですね、まだらぜみたいな。あ遠かったらよく分かんないこともありますもんね、うん、見ててファンの人は。そうそうでも別にそれがなんか逆に別にそのなんかいい感じに、はいはい、なその整ってない感じが雑さがもそうそう雑さもいい。芸術、うん、芸術みたいな感じやったけど芸術だやったけど、だ芸術だ芸術だ芸術だよだよ芸術だよ芸術だよ。まあ芸術ですよプロレスも。芸術だよ。今何言ってんの。プロレス語ってよ。プロレス語れないですよ私は。何きっかけであれなの。自分は何ですかね。プロレス見始めたの。単純にかっこいいワールドプロレスリングでした。深夜のやつ見てかっこいいなと思って。プロレスの話やめようよ。やめましょう。もう俺お腹いっぱいだよ。やめましょうじゃあ。もういいよ。プロレスの話は。ワールドプロレスリングとかなんとかプロレスリングとか、わかんねえよ。金プロやってました。金プロキングオブプロレス。何それ。カードゲームです。カードゲームか、はい、あったな。あれを友達がやってて、へえ。何っていうので好きな友達いたんだ。じゃあ、はい、それを見てあプロレスっていうのがあるんだっていうのでワールドプロレスリング見て。その友達さプロレスになったの知ってる。知ってますよ。お見にも来てます。へえ、めっちゃ嬉しいやん、うん、ね。その人きっかけですね。応援してくれてんだ、はい、新潟にいます。へえ、そういうのいいよね。新潟でやりたいですね試合。あいいね。俺友達いねえからさそれそうレスラーになったことか知らねえと思うんだよ。モンスター新潟大会やりましょう。新潟大会それはアンディさんとか言ってくれたほんとに。 CW 新潟行かないの。まあ、行かないですね今のところ。そうなんだ。
まあ、最近地方多いですけど、来月は郡山と郡山、名古屋と懐かしいな、大阪と重なっちゃって、凱旋工業が。俺何か言おうとしたな、なんだっけ、あ、新潟でさ、この二期のお母さん、お姫様抱っこしました ね, したね、懐かしいですね、それは。覚えてるかな。いや、覚えてるんじゃないですか、あんなことめったにないじゃないですか、ね。で、なんかお父さん嫉妬してたんだっけ。嫉妬なんかするわけないでしょあの年になって、あの年になって嫉妬しないでしょ。あれだったんだっけ、なんか家に帰ってこなかったんだっけそれはない。わはははで、あれだっけ、公民館かなんかでさ、立てこもった、立てこもってさ、で、あのそこに行ってさ、あ、これビッグダディか、これビッグダディ、それ知らないよ、元ネタ知らない。俺も全然見てないけど、こういうかいつまんだとこしか知らない。見たことないもん。見たことないですね。世代じゃないもん。世代じゃないです。世代じゃないね。世代じゃない、ね、世代じゃない。でも今はあれですよ、もうビッグダディの娘さんがスターダムですよね。すごいですね。すごいよ、世代だよ。世代ですよ世代ですよ。それはミキも世代だよ。いくつでしたっけ、初めさん。年齢非公開。あ、そうなんでしたっけ。あ、10万何歳ですか、10万。それもうその、分かるやん。10万何歳。いや、別に非公開してないけど。あ、そうです、うん、してない。あいつに、あの、調べて出てくるし。あ、出てくるんですか。なんだ。そう。意外にいい年なんだよ、もう。なるほど。意外にいい年。何歳だと思う。当てて。いや、うん、分かりそうなんだよな。カイさん、自分の7個、うん、そんなに上なのか。6個上かな、多分。そうです。あれ違ったかな、分かんない。28。え、正解。正解だ。すごいじゃん。カイさんより下だったと思う。すごいじゃん。カイさんの方が上ですよね。あれ、同い同い、同い年でしたっけ。カイ、佐藤、そうでしたっけ。そう、カイ、佐藤、同い年。すごいじゃん。カイさん、そうでしょうか。うん、そうよ。あれ7個上なかったかな。いや、知らない。6個上かな。カイと佐藤が俺は同い年。28です。今年28です。そうそうそう、今年28。あとは知らん、いたっけでも、ジェイ・フレッティと同じ誕生日。ジェイ・フレッティジェイ・フレッティさんいた。ジェイ・フレッティと同じ誕生日。あの、ムキムキなあの人だけ、日本、道場恋しがってたの、あの人だけあんなテンションだな。ジェイ・フレッティと、あの、パイサーノね。パイサーノパイサーノってあれですよね、あの、マスク作ってた。あれ、違うでしょっけ。作ってたっけ、パイサーノって。パンテーラさん、パンテラさん一緒ですか。一緒に作る。そんな友達、友達ですよ。あの、何やってんのパイさんの今って言ったら、あのスーパーでアルバイトって言ってた。そうなんですか。その時その時、スーパーでアルバイトパイさんのって。パンテラさんも来ないですね、こっちは ね。ね、でもなんか日本恋しいのかなって思うよね。あ、なんかインスタ見てるとそんな感じします、うん。そうそう、たまにね、開くとパンテラさんのやつ出てくるから。会いたいです ね、久しぶりに。いや、本当にね、ちょっと日本語も忘れかけてるみたいだしね。そうです、うん、寂しいよね。寂しいですね。あんなに日本語上手だったのに。まあ、そうなりますよね、あの時いたメンバーでこうなってしまったら。そうだって、自分、ノア勢は、はいはい、解散から会ってないですから。稲葉さんとか、あ、稲葉さんは会いましたね。吉岡さん会ってないです。曽谷さん会ってないですね。その二人は会ってないですね。そうなっちゃうよね、うん、なかなかね。まあ、どっかで会えるでしょう。同じね、世界にいたら。同じ世界だから同じ世界です、ね、プロレス界ってことですね。そう、うん、同じ村だから。同じ村、プロレス。プロレスなんて村社会。プロレスの、そうですね。同じ村だ、みんな手つないでや。どっかで会えますよ。こうやって会ってるもんね。会ってます、会ってます。ね、何があるか分かんないよ。はじめさんは会いやすかったです。フリーだからね。
はじめさんは会いやすい。俺に会いやすいってことはダメよ。ダメなんですか。もっと上行かないと。もっと上行かないと。なるほど。俺に会いやすくなっちゃダメよ。俺だって本田とか全然会ってないもん。本当ですか、うん、本田さん十分たまに会いますね。俺 全日本で。そう、俺全日本出てないもん、うん、出たことないよ。そうですね、全日本勢は全日本出ると会います、ね、うん、足野さんとか、うん、全然全然神林とかも。神林さんは呼び捨てしたあ、ごめんなさいごめんなさい。神林様は神林様様で呼んだことないでしょ。神林さんはあのバモスターやってる。あ、そうですね、バモスターで会う。そうそうそうだそうだ、その時ぐらいしか会わないから、うん、お前まだやってたんだみたいな、いつもそういう言われます。そういう会話から始まる。あの人はふざけた野郎です。いい人だ、面白いから。いい人ですけど。こんな結構な先輩なのにこんなに。そうですよ。結構な先輩ですから。ね、結構な先輩なのにね。肩組んでも怒らなそう。向こうが言ってくるんでこっちも言うんですよ。ね、いいことよね。いいことですね。と、しんみりしちゃう。しんみりした。もうちょっとね、プロレスじゃない話したいんだよ、俺は。プロレスじゃない話。せっかくだし。最近だ。あ、俺さ、ほんと昨日か、一昨日の朝なんだけど、はい、朝6時半とか、外出てたの、散歩っていうか、はい、公園にちょっと行って、で、なんかベンチ座ってたの、はい。で、アイス食ってたの。悲しいだな。朝からね。朝からベンチ座ってアイス食ってた。もうアイス食いたくなっちゃって。アイス食いたくなっちゃって、アイス食って帰ろうかなとかもう思ってた時ぐらいにおばあちゃんが一人来て、はい、でおばあちゃんがなんか言ってたのよ、うん、でちょっと喋ったの、はい、なんかここら辺私来たことないのみたいな、はい、朝よ、どっから来たのなんか喋りかけてきて、まあ、散歩してんだなと思って朝の、はいはい、でなんかそういう会話してたら、はい、最後なんかカルピスって100円で買えたっけって言われて、はい、いや、わかんないですねって、100円で買えるんじゃないですか、自販機とかならって。で、こう小銭バーって出して、で、わかんないから、これ500円あげるって言って、これでカルピスでも飲みなって、はいはい、今日も一日頑張るんでしょ、カルピスでも飲みなみたいな、おばあちゃんが。いいおばあちゃんじゃないですか。えって思って、いや、いいっすよって。大丈夫、いやいやいいからいい、もう頑張りなみたいな、いい出会いくれて、うわありがとうございますみたいなやって、うん、なんかそんなその日帰って寝るだけなのにもう散歩終わって帰って夜まで寝ようって。おばあちゃんは頑張ると思ったんですよ、うん、もうめちゃくちゃ寝ちゃうから、うん、もう今日夜まで寝ようってなってる時に、うん、一日頑張るんでしょみたいな、おばあちゃん、いいおばあちゃんじゃないですかね。で500円くれてさ、この500円使う前かって思ったのよ、うん、で、まあ一応財布に入れようと思って500円入れて、うん、使わん、なんかちょっと置いとこうかなって思って、はい、なんか親切にしてもらったからさ、はい、すぐカルピス、あ、帰りはカルピス買って帰ったけど、はい、すぐパーってさ、500円玉使って、500円玉はそうそう取っといた、取っとこうと思って、財布入れて、で、その帰ってさ、500円取っとこう、どうしようかなって財布を小銭入れ開けたらさ、はい、500円玉2枚入ってんの、はい、で、どっちも平成22年なの。もうどっちだったっけ分かんなくなっちゃった。なんで同じなんだと思って、思い出のおばあちゃんの500円玉が、まあ、使えってことかって思って。そういうことですね。そう、うん、別に取っといてもな、おばあちゃん知らねえしって思って、その10年後、20年後はもう いないしね、お互い。いやいや、お互い、おばあちゃんはもう分かんないですけど、はじめさんは言いますから。何があるか分からん。まあ、何があるか分かんないですね。まあ、取っといてもなって、500円って思って。何があるか分かんないですよ。いや、本当に。このそう、そういうのあったのよ。どういや、いい話じゃないですか。しんみり、しんみりします、ね。なんか来た、来ました、なんか、あ、いい世界だなと思って。あ、本当、いい世界に来てんなって、なんか違いますね。何が、はい、そういうことがなくて、あってもいいのが、で俺帰って寝るのよ寝ない方がいいじゃん、そういう、もう眠いから寝る、優しさに包まれたいですね。あ、いや、
寝たくないんだよ。道場に言うとね、道場いないよって自分はですけど。ああそっか、うん、ちょっとないんで、ね、最近なんかあった道場と最近そういうなんか千葉駅の行き来しかしてないですね。なんかないの、なんもないです。もう本当に毎日なんかあの食べ物ハマってるとかさ、酒飲んでます。お酒が好きなんだ。お酒好きですね。酒飲んでますね毎日。前焼肉行った時ハイボール飲んでたっけ。その時行った時あの若手で飲んでたじゃないですか。自分ともう一人しか飲んでなかったですよ。ニキは飲んでたんだ。自分は飲んでました。飲んでたっけ。あんま覚えてねえわあれ進んで飲んでました。ああ、なんかお酒好きなんだね、はい、みんな飲んでなかったですもんね、その時。飲まないよ。悲しかったですそういうね、ウェイってやるあれかと思った。ウェイかと思った。でもみんなもう酔ってるようなもんだからそれはそんなじゃないじゃないですか。え、酒ばっかなの、ね、もうコンビニで買うとか、どっか飲み行くとか。飲み行くんだ。寮で飲むより、寮で飲むより、そうですね、飲み行く方がいいじゃん。行きつけとかあるの。あります、あります。めっちゃいいじゃん。だからそれが趣味ですね。めちゃくちゃいいじゃん。うちの周りもそのなんかいろんなスナックとか小料理屋とか、はい、何個かあるのよ、はい、一個も行ったことないの。へー、飲まないと。飲まないし、その全く飲まないですよ。そのだから一滴もお腹による良くないからね。そっか、ジュースの、確かに。でもうそのまあ行ったらね飲むけど、まあまあそうですね、いや行かないじゃん自分で。確かに行きつけでも欲しいなとか思っちゃうのよ。でもまあね、外で飯ね、一人だから。でも一人で飲むこともありますよ。だから俺友達もいないしさ、誰もいないから。ちょいちょいそれを悲しいやつで和らいで。いやだから誘うやついないから、一人でね行ってね、その社交性もないからさ、喋んないから、はい、なんか行きつけなんか顔を覚えられても嫌だなとかなっちゃうし。ここで繋がってるかもしれないです。また付けがあの時の、あの時のおばあちゃんってなるかもしれない。ああ、なるほどね。はい。繋がってるかもしれない。あの時恩返ししたかったんです。の居酒屋とかそういう入ったとこでもうすごい男にまたがってさ、酔っ払って男に腕組んでさ、腕と肩を組んでもうこう何またがってとか よじ登ってさ。はい、って言ってゲロゲロゲロって吐いて、あの時のおばあちゃんってなる可能性もあった。ありますね。あるじゃん、はい、そのおばあちゃんが本当にそういうおばあちゃんかもしれないじゃん。そうですね。かかかかめちゃうこのね、あの時のってなね、そのおかみとかさ、はい、なる。でも顔覚えてねえんだよ。顔覚えてないんですか、うん、難しい。まあ、だからあの同じとこに同じ時間に俺今何言ってた行ったら俺今何言ってたの、ね、わけわからん。自分もわかんなくなってきました。おばあちゃんの話ずっとしてますから。でもいいね、小料理じゃねえ、居酒屋。居酒屋はよく行ってますね。めっちゃいいじゃん、うん、それしかないですね。なんか友達、自分も友達いないんで。こっちじゃないもんね。でもまあ寮だから誰かしら誘えばさ、まあ、誘えばいいじゃん。はい、こっちも俺もだってそういう感じ。みんなほら、うん、大体トーンショとかソーマとかと飯食いって、はいはい、ニキとかさ、はい、そう言ったけど、はい、やっぱないもんね、ないですね、そういうの、うん、友達なんかどうやってスケジュールも合わないし、ね、どうやって作るんだろうっていうね。スケジュール合わないしね、はい、ね、忙しいんですよね。ニキちょっとこっち住んでたらねあれだったかもしれんけど。そうです ね遠いっすよ千葉その時も、その飲んだ時も結構かかりましたもんね。ね、千葉から来る。あれ朝帰ったんだっけ？夜だっけ？朝帰りました。朝帰ったんだっけ？泊まらせてもらいました。あ、そうだっけ？はい、そうだ。で歯ブラシ忘れてったんだ。歯ブラシ忘れてって、そうだ、取っといてくれてる。そのままや。だからまた泊まり行った時に使わせてください。いつでも、こっちはね、いつでも来てほしいんや。はい、行きます行きます。いつでもは嘘や。いつでも嘘ですね。うん、あ、でもいつでもいいよ、全然。わかりました。ウェイっつって、うん、ピンポンピンポンピンポン、連絡しないで。オレイウェイっつってもいいっつって、オレイ来たぞお前ちょ、一回やっとこう一回やっときます、うん、今度今
今俺家にいる手でちょっと来て。ピンポーン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 。ガチャ。ウェイ。あ、開いてた。ウェイ。来たぞ。おい。来たぞ。はい。隣来たぞ。おい。来たぞ。おい。お、あれ。おい。え。来たぞ。はい。ウェイ。え。おい。え。あ、すいません、間違えました。はじめさんちじゃなかった。あれ、俺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 、おい、ちゃんと俺、ちゃんと俺、2、え、すごいじゃん。あれ、え、に、名前は、あ、な、すごい、え、おい、イヘグロ。家グロ、家グロじゃない、家グロじゃない、家グロじゃないです、家グロじゃない、家グロさんって誰かでしたっけ？別の人じゃないですか？あ、別の人か、はい、あの そっくりだから、うん、そっくりですかね？あ、違う、うん、あ、すげえ久々、どうしたの急に、なんかちょっと見ない、すごい、すごいじゃん、男をあげてんじゃん、なまだ続けますかこれ？すごいじゃん、男をあげてんじゃん、ういなんね。ういうわえいやはいすごいパンツとか何色履くの？パンツ黒ですね。黒、うん、あ、黒ばっか、黒ばっかです。あ、そうなの。男あげてんな。黒ば日焼けしてんの？それ日焼けしました。え、マジ男あげてんじゃん。もうこれね、30分とかね、20分とか30分で終わるんだよ。長わけやから、もうや、終わろうよ。終わりましょう。ありがとう。本当ありがとうございました。これで終わって、なんか、うん、もう腰が痛くなってきましょう。そう、ぎっくり腰やってんだ。そうです。そう、すまんすまん。まあまあ大丈夫ですよ、そんなの。デッドリフトでぎっくり腰ね。もうそんなもう、ね、あれと立花と一緒。はい、立花、ね、さんも一緒らしいです ね、ぎっくり、デッドリフトでぎっくり腰ね。デッドリフトでぎっくり腰、すごいね。すごいね。そこまでできるのがすごいよ。いやいや、もうあっぱれ。お、あっぱれ、すごい、もう閉まりました。うん、閉まった。男あげてる。ありがとうございます。結果2期は男をあげてるってことですね。2期は男をあげてました。はい、レストラン終わって、レストラン終わって、上がりました私、うん、終わってもう男として8年ぐらいになるのかな。18年もやってないです。18年もやってない、うん。今何歳だっけ？今23歳。あ、23歳。18年やってると。なんか可愛いからさ。はい。23歳に見えなかった。4歳ぐらいからやってます、ね。可愛いから。あれだ、4歳5歳か。4、5ヶ月かなって思って。あ、違いますね。可愛いからさ。あれ。喋ってたら麻痺して。あれ。可愛いから。可愛いじゃん。これ全然終わんねえな、これ。可愛い。ありがとうございました。これどうやって終わらせるんですか？これいつもありがとうございましたって終わってるよ。そうなんですか、うん、これ誰が出てるんですか？これね、今のところ立花が2回。だけ。そう、ずっと立花で行きたかったんだけど、やっぱ立花忙しいから。だけ。なるほど。忙しいからさ、はい、そう、まあでもこういうのもね、いいじゃんっていう、いいじゃん、いいじゃん。初めてのラジオでした。ラジ、まあね、YouTube、ラジオですよね、これ。そうそう、まあ声だけね、声だけなんで、うん、やったシェ。ラジオ大好きなんですよ私。あ、本当。あ、そっか、バナナマン聞いてんだ。ナナですけど、そうだ。俺はあのダイアン聞いてんの。ダイアン聞いてんですか。そうそう、ゴイゴイスーじゃないですか。そう、夜な夜なずっと聞いてて、ゴイゴイスー。あの、もうそうだったのよ。もう終わっちゃったけどね、夜な夜な。で、あのまだやってるけどね、違うの2個、それも全部聞いてる。だからラジオ好き。ね、そうだ、ラジオ好きだね。ラジオ好きです。そういう話してたもんね、はい、話しましたけど、このバナナムーンでしょ。バナナムーン、うん、だってそのこの時間だったらバナナムーンあるんでって。そうです。あれ、その日でしたっけ。そうだ。帰りますって。そうそう、もう帰りますっていうか、あれほら道場住んでる時もさ、はいはい、もうイヤホンしてさ。あ、そうです、そうです。そうそう、もう、そうだ、ここにいる時から。そうそうそう、ラジオこれから聞くんで喋りかけないでみたいな。3段言ってましたっけ。うん、そんなに言ってましたっけ。うん、こっち来んなよみたいな。これしてさ、やってたよ。やってましたね。そうだね、そうだ。
喋るだけってでもいいよね。顔出さないんで、うん、楽ですね、ちょっと、ね、いいよね、本当。俺も好きでさ、こういうのやりたいなって思ってて、はい、本当はね、いろいろやりたいのよ、はい、企画とかさ、はい、今年の初めにいろいろ企画考えたりさ、はい、その動画してくれる人とか、ね、はい、なんか送ってもらったらいいんですか。いや、いろいろやったけどさ、いろいろやろうと思って話だけして、もういや全然やってない。やってないですか。いや、なかなかね。じゃあこれからまた復活させましょう。いや、もうね、そのなんかやる気がない。疲れちゃうから。自分が会場で会うときは自分も出たいって。そう、はい、ね、楽しいでしょ。楽しいです。ありがとう。これだけはいいですね。これだけだとね、こうやって喋るの、うん、ね、いいじゃんね、うん、これ1時間番組ですか。これ30分。30分や。あの部分カットしといてください。どれ。おばあちゃんの部分。なんでお互いなあなあになってた。ああいう時間もええじゃん。ああいう時間もある。おばあちゃんの時間。おばあちゃんの時間だけで15分ぐらいやったんで。おばあちゃんの時間何やったんやろうな。ありがとうございました。ニキでした。ありがとうございました。また出ます。はい、ありがとう。ありがとうございました。